4時40分、ちょっと過ぎましたね。昨日は昨日夕食でバナナしてちょっとずれ込んだんですけど、もう片付けもあったんで、昨日までちょっと外食しました。アマゾン、もうこの時点でおしっこちゃっちゃパーキングを始める。あ、なんてこれ、このかわいいうんちが落ちてよく踏まなかったな。誰だありゃ、よいしょ、おいおい、おちこ下のおちこ、お前どっかでおしっこもついちゃったね。静かですね。ガクちゃんがちょっとなんかピピが激しいみたいですね。はい、お殿様のお食事、どうぞ。はい、どうぞ。今日は内物になります。はい、腹ペコ準備だ。違う、腹ペコだもん、もういないんだ。彼らはいないから、いるんだ、いるんだけど。あ、いますよ、私、腹ペコだ。僕もいるよ。いるんだよ、俺らもいるよ。お掃除してからだ、お掃除。ちょっと待ってね。ママさん、一生懸命掃除してくれたみたいで、非常に助かりました。いやいや、腹ペコだんですよ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとお寿司半分する。あ、出さない出さない、ご飯食べてから。あ、でもちょっと待って待ってよ。あ、この人よりランちゃん、ランちゃん、この人は食べない。はいはい、いってらっしゃい。あ、これトラじゃないか。あれ、あれ、マルちゃん、あ、ポコおいで。はい、マル、やっぱ野良が帰ってこないな。野良は旅に出ちゃったな。いない、野良。無理無理。スカちゃんもいましたね。でっかいのは、でっかいのは、あ、やっぱりトラだろ。ひときわでかいトラ、トラくん。さっと入ってきました。うわ、すごいな。よし。それでもやっぱ静かだよ。あの連中がいないと。ポコ真ん中にいるよ、テーブル。はい、ポコはもう食事のところを別にして用意しております。はい、おはようございます。2月の、何日だ、何日、11日ですね。でママさん、昨日夜一生懸命掃除もしてくれて、楽なはずだったんですけど、まあちょっと起きたのもちょっと遅くてですね、爆睡しちゃいましたね。今日は病院8時半なので、こちらですね、そんなにバタバタではないんですけど、ガクちゃんと、あれって皆さん思ったと思うんですけど、ガクちゃんとコマッチがいないとですね、腹ペコ団が必要なくなるんですね、今のところですね。よいしょ。なので腹ペコ団の画像がないですね。売り忘れたとかっていうわけではないです。まあ、背中飛び乗り防止のトレーニングを始めたようなもんなんで、よいしょよいしょ、だからさ、こっちにありますよって。あれ、
よいしょ、すごいな。合いますね。よいしょ。何できるのかな。ゆうちゃん、あ、出して。あちゃんが怒ってますね。結構してる。はい、おかわりタイムです。6時10分、9分おかわりですね。はい、です。なんかこれマットが少ないんですよね。チロルは帰ってきてません。あと野良がまあ春でお出かけしてて、これで3日目帰ってこないですね、朝ね。寝ちゃってんの。あれ、野上ちゃんもいない。なんで？どうして？なんで？まーちゃんも寝ちゃって。スタッフ、これ何やってんの？ご飯だよ、ご飯。あら？ちょっと今日はみんな静かだね。先にはおなつと、ジロ君とおろちゃん、京平君ですね。で、こっちは、はい、食べちゃう。はいはい、なんであげますから。はい、まるちゃん、お待たせ。
まあパックン、トラ、サンボがいればこれは余ることはもうないですね。あ、そう。え、どうしたパックン。ジョンちゃんはすかさず。あれ、シャンボいるじゃん。出るって。ランちゃん食べた？食べたね。どこ行っちゃったんだよ。よいしょっと、気をかしらたち。ぬくぬくで気持ちよかったね。ぬくぬくでね。はい、リリのいて、リリのいて、リリ。おいで、下でお食べ、一緒に。はい、どうぞ。いろんなグッズを用意すると数が多いので、そのグッズも今度洗わなきゃいけなくなったり、衛生管理が必要になったりするので、なかなかですね。台、このままお盆の大きさで木の台を作ってはめるのも考えたんですけど、ちょっとやっぱり衛生管理上難しいかな。1個だけだったらいいんですけど、まあ、木工というか得意な方いて、修正材かなんかでですね、これより一回り大きな正方形でこのお盆の大きさの穴を開けてくれるよっていう人方いましたらご連絡ください。コメント欄でぜひお願いしたいと思います。もちろん優勝でですね、お願いしたい。ちっちゃいのはあるんですけど、ちっちゃいの数はもう、この子ちゃんちっちゃいのは無理なんで、とにかく、物はね、金具がないとかそういうのが大事になってくるんですね。独特ですよね。長尺で回したらいつの間にかメンバー変わってますね。さあ、まだ寝てるかな、ガクコマは。まあ、冒頭の動画の通り、ちんまり、なんかしてるみたいですね。まあ、ちょっと他やっぱり猫ちゃんもたくさんいるので、まあ、ケージの中なんですけど、なんかちょっとビビってるかなっていうところはあるとは思うんですけど、まあまあ A さんもベテランなのでいろいろ配慮していただいてます、ね、今日の夕方にはですね、谷空港の方に着きます。今日のお昼過ぎまでゆっくり A さんとこでできると思います。はい、終わった方たち、トラちゃん行く？トラちゃんそうだね、お腹とえトラちゃん嫌いなんだよね。そうそう、チロルが帰ってくるとは思うんですけどね。はい、どうぞ。あ、来た。え、ポトコなんかいつ出た？夜出たのかな。あ、ももが自分で帰っちゃう。昨日夕方帰ってこなかったんだよ。あれ、マコもマコも自分で帰っちゃう。どこもママ。出る。あ、ここ出る。はい。出る。満腹だね、ここね。ここは太
撮ってるし。ここはインターフェロンで間に合うと思うんですね。はい、スイちゃん。はいはいはい。はい。はい。はい、痛い痛い痛い。これ昨日食べたじゃん、これ。ん？違うの？だよ。ジラさーん。はい、どこ行くんだよ。はい、おいで。なんだよ。はい。チューラ。あら？おい。チラ。あら？チラよ。おい。うん、どこに行って、捕まえに行こうと思うとこで帰ってくるんですよね。今日は通るとこで。いかんなぁ。今年はですね、あったかくて虫物まだ多いので、もうちょっと外へ行くか、みんな飲ませていきたいと思います。チラさんなんかも飲まして、このジェネリックは安いんですけど、もう品切れ状態でどこにもなくて、まあ、こっちは、ね、基金から購入させていただきました。よいしょ、はい、お散歩です。ちょっと待ったぐらいですね。8時半病院だと、まあこれで余裕で回していけますね。ショート動画やツイッターの方も間に合う、家でやって間に合うかなという感じです。はい、おいで。昨日空港の帰りにヤギの草、まあ、それでちょっとバタバタしたんですけど、余裕なかったですね。まあ、しますひんやり、やっぱり牛を切ってくるとなかなか空気が冷たい。すっきり晴れてるわけじゃないですけど、北風で乾燥してますね。今日は加湿器をちょっと直そうと思いますね。ポンプ交換するだけなんで、一気に乾燥してきました。公園に行ってみよう。お客さん降りてきた。チロリいるんだね、ここに君たち。ねえ、誰か来てるの？誰か来てるかもね。チロリの中と仲良かったもんね、牛子と。 ね、牛子来てる？来てるよ。あら、久しぶりの丸のコロンコロンですね。やっぱりママに完全なワンオペだと思う。
これをこんなの取ったりしてる余裕はもう時間的にないんですね。来るかな。来たらいいけどね。